いてますよ。今ですね、ちょうど長い坂のちょうど真ん中ぐらいにいるんですよ。真ん中。そうでね、今すごく綺麗に、あの枯れ木などが一望できているんですよ。はい、一望できていまして、もう遠くにはね、こちらどこですかね。下はね、国の天然記念物の S 滝と、それから御露津滝、御露津集落、漁港、それから手前にこの真下にはね、ちょっと半分しか見えないんですけれども、あの黒島茶屋、あのブーゲンビリアのよく出てるところの黒島茶屋と丘の黒島、それで右手にもう完全に海の中に浮かんだ沖の黒島がね、今日はちょっと昨日からのしけの影響で白い波の輪郭をつけて、大変見どころのある景色が見えてます今日はね。そうなんですよそうなんですよ、語り部さんなんですが、ちょっと後でご紹介いたしますが、今回ですね、須佐見海水浴場から御露津駅までのコースで大辺地のコースなんですね。この特徴がまず海が見える、そして熊野古道らしいというか、熊野古道を歩いているとこう実感できるようなコースなんですよ。もうここまで通ってきたコースも川のせせらぎが聞こえ、木が生い茂り、そして時には急な坂もあり、木々が倒れ、大きな松ぼっくりが落ちており、そんなコースでしたね。そうなんですよ、こう、はい、しますね。ちょっと聞こえますかね、聞こえますか。かなり心地が良くてですね、もう皆さん疲れるというよりはここで癒されるといった、そういった感じですね。ここは11キロのコースなんですけれども、まで何キロぐらいですかね。そうですね、8キロぐらい来てますね。もう終盤に差し掛かっているんですよ。ここまでのコースをおさらいしてみますと、須佐見海水浴場を出発して、そして、長い坂に入る前にですね、この棚田とか廃校した小学校の跡とか、あと河野谷っていう河野鳥が冬を越していたというような、そういった田園風景を通りまして、でようやくこの須佐見八景の長い坂に入ってきたというところなんですね。感動ですよ。これずっと見えているんじゃなくて、この隙間から少しずつ見えるのがいいんですよ。そうなんですよ、もうそれがね、ヒー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 言いながらだんだん無言になりそれは大丈夫だったんですけれどもね。でも皆さん途中で立ち止まってお茶を飲んだり、もう私いいわとか言いながらやっていたんですけれども、さて、語り部さんにですね、この長い坂などをちょっとご紹介していただきたいんですが、新谷陽一さんです。こんにちは。こんにちは。こちらこそどうぞ。新谷さん、こちらでお生まれになってお育ちになったということで、何年ぐらいですか？そうやね、もうちょっとしたら70年になるんやけど。長いですね。とにかく長い坂。その長い坂なんですが、うん、どんなコースですか？そうね、まあまあこれは参詣道の中でもね、一番自然に、保たれてて、それからまあ昔の風情が残ってるね、割合と補修もせずにそのまま残ってる。だからこれはもう全く言えばなんていうの、ユネスコモデルですね。ユネスコの評議委員長さんも非常に気に入られておってね、ここへもう5回も来てくれてます。それでまあ来たらその靴を脱いで家でしばらく休憩をされるといういつものこうパターンなんですけど。新谷さんのお宅で？はいはい
そんなコースなんですね、うん、そういうことです。この辺の魅力ってどんなところですか、こう70年間住まれて。そうね、もう70年って言うたらいろいろとここもあってね、一旦は若草山のような状態にハゲ山になって、ススキがいっぱい茂った時もあったし、それからまあまああの約45年ぐらいですか、これでまあこのだけの自然に戻ってるわけですけどもね。なるほど。それでまあまあ言えばこの海の端に近いだから 両方の登り口があの集落にあの直接かかってるんでね、いろいろとまあ問題もあるわけなんですよね。他では見られんこの大江寺の世界遺産の中では比べられん苦労もありますよ。だから、うん、やはり世界遺産などにも、ね、登録されて観光客の方増えたんじゃないですか。そうですね、まあ、昔は全然こういうとこ歩く人は、ね、なかったわけですけど、昔って言うてもその下に鉄道とか国道ができてから歩く人がなかったんですけど、やはりこの歩くっていうブームと、ね、世界遺産っていうのと相乗してだんだんともう根強い何が保たれてますね。やはりでも新しいあの世界遺産が誕生するとそこへ客足が向くようですな。なるほど、はい、ありがとうございます。そしてですね、参加されている方にもお話を聞いてみたいんですが、この時間もなんとですね、今回土曜日の午前中の番組第3週にも出ておられます毎日新聞和歌山支局の島谷康則支局長もいらっしゃっております。こんにちは。あ、こんにちは、ご苦労様です。島谷さん、今回初参加ということでどうですか、ここまで歩いてこられて。はあ、私あの1年半前に和歌山に赴任したんですけど、熊野古道って今まで歩いたことなかったんですよ。これがもう全く初めての体験で、で片びれの方からご説明いただきましたら、まあ、中辺地がね、うん、あの古道としては有名でありますし、中心ではあるかもしれないんですけども、こちらは山と海の両方の魅力があるとかですね、あるいは中辺地の方は有名な藤原定家とかね、あの著名人が多いんですけど、ここは庶民の道であるとかね、そういったお話を聞かせてもらって、すごくもう心も癒されて、あの知識も豊富になりましたですね。そうですか、はい。でも島谷さん、南の方の地域って結構取材で行かれているんじゃないですか。はい、すさみの方は初めてなんですけども、まあ、白浜田辺、あは新宮とかいろいろ行っておりまして、まあ、今年はとにかく、2月のお塔祭りに参加して、はい、で那智の火祭りに行きまして、で秋にはですね、この熊野古道も歩けて、本当にもう充実したあの避難を堪能できた位置になりましたですね。そうですか。まあ、このウォークの模様は来週の番組でもちょっと話したりとか。はい、あの来週の月土曜日が私あの午前中10時半から担当させてもらってますので、ちょこっとだけお話しさせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。富山さん、ということでね、もう今日も70人ぐらいの方が参加してくださっておりまして、すごいんですよ。ちらほらですね。そうなんですよ。でもね、お天気心配されたんですが、今快晴なんですよ。お祈りしてましたからね、だいぶ前から。はい、3時50分頃お送りいたします。